で、通ピが残っているのが、はい、2P 側が TR さんですね。オーダー、先ほどの試合をちょっとしましたけど、なかなかいい動きでしたね。さあ、ガンピは、ウィップを投入している。 TR さんはひなこ、セス、ウラロバかなですね。さあ先鋒戦は、さあこれがうまい、仕留めきれない。しかし、さあ大物中発生するのもよく分からなくなってきましたが、ドスコイで落として、カステリ投げからサイコボール重ねて、さあやはり近づくまでがひなこは大変。マイビーから弱投だ。さあジャンプ飛ばしが刺さって、うわー、ここはビット打っていく。さあ強気な選択肢を通してガンピが先制。ジャンプリーからジャンプリーチーム目が通る。さあなんだかんだでガンピがセスを疲れさせていく。おっと当たらない。さあチーム IB 弱投が刺さって、さあ TR さんがかなりやりづらそう。いやー最後はガーキャン、ガーキャン、ガーキャンが。ラウンド3ファイト。遊撃チェン、友人客。すみません、はい、若干お仕事です。ID がやってまいりました。さっきからすんげえガーキャン減ってくけど、ヘテナがまだ生きてる。ちょっと待ってください。トンカツさんをお呼びしまーす。だー。さあ、呼ばれたらアテナが勝っていた。ね。次、2P が？ちょっと待って、ガンピさん。2P まだ出てねえよ。ガンピさん、ガンピさん、ぶっ放しすぎです。あとは、ショキさん、ケイさん。アイオリアさん。アイオリアさん。あれ？まさかの？あら、まさかの、はい、はい、アイオリアさん座っていただきました。はい、あの、豪傑人生もいますね。豪傑、あら、プリーさん、はい、あれ豪傑人誰使ってるの。ラウンド1、ファイト。はい、始まっております。今ちょっとトンカツさんが豪傑で誰使ってんのかってちょっとインタビュー中です。もうイントリでキングがイオリを画面中央で端まで連れていくかなかった。さあ、ごめんなさい、ちょっと、はい、横ストレートしまいましたが、キングって言いましたけど、つまりこれガンプさんですね。そうですね。さあ深めにジャンプデイが刺さって、壊したい子は許さない。楽しかったわ。この間小津さんに聞いたんですけど、あの壊し系、はい、98だと停止線なんでしょ。あ、むしろ02は停止線じゃないですかこれ。違うでしょ。まあ、あ、でもそうですね、冒険とか抜けれますもんね、98は。あ、そうらしいんですけど、まあいい。さあ、アイオリアさんはヤガミ、今日、ネームレスというちょっとヒーロー属性な人ですけど、なんかチラッチラ目話しながらだったんですけど、すごい見るたびにダンスが決まってるんですよ。そうです。さあ、ランさんもやってるのかやってないのかは分かりませんが、昔からやってる KOF プレイヤーとしては、さすが老縁の始まりを。走って遠距離シート、離れてベノムで、たまに走ってダンスですけど、動きの基本がなんかアテナまんまみたいな感じです。確かに確かに。
ここでちょっとゲージが心もつないネームレスが出てきましたが、とりあえずキングはささっとしまう。あーっと見切り発射、ダブルダブルで状況重視、ダブルの脇にあさあこれはいいダブルアップが入って、とりあえずキングはささっと始末しておきたいが、あーでもこの状況のキングは強い、シンプルっすな、苦しい、ベノムからベノム迷いなし、そりゃそうですね。なんかシンさんが行きます、なんかえ、はい、ケイさん、さっき、あれさっきあんなメインあったのに浦屋城がまだ、なんか今日は浦屋城とアテナは使うってさっき意気込んでましたよ、ガンプさん。おー、なるほど。でもアテナいませんね、どうなってるんですか、アテナさっきからガーキャンでダメージ多く取っちゃって、あーなるほど、申し訳ないとじゃないですかね。さあ、その食材のために浦屋城を入れてますが、食材だけさんもまたヒーローっぽいチームですね。さあ初手が浦屋城対矢神より、これはこれでもなんでしょう、まあ、軽発ではよく見るんですけれども、そりゃそうですけどね、まあ軽打城がガスに相手にするぐらいだったらまだ伸び伸びできるんじゃないですか。ああいいの入って、アッパーアッパーで暴れていく、いいですね。なんかなんとなんとボタンの押しっぷりに迷いがないところが、そうそう、好感が持てます。あれですよね、とりあえずやろうと決めた行動しますよね。そうです、もう悔いはなしって感じのね、ほらこういう感じです、こういう感じ。なるほどなるほど、ちょっと惜しかったですね。あのマックスマリレンジャーとかだったら届いてたかもしれませんがいやもう矢神浮いてませんでした、今飛んでたような気がするんですけど。ここで思って研究ですね、もうイオリ相手ならそれなりに長球弾も打っていいでしょう。しかもイオリのイオリのジャンプもジャンプ C とかしっかり押さないと足払いに負けちゃうタイプでしょうし、そうですね、っていうか今すごいこれは飛び越えれただろうみたいなのでもやっぱり乗りましたね、ジャンプ低いですよね、矢神は。さあ苦しそう、長球弾が苦しい、あちゃんと暴れそう、フォローした、でも怖い、バーキャンしたが、あー釣られてしまう、次はできますよね。さあ5発削ったが、5発削ったがもうちょっと足りない。あれ今しゃがみっぱで5発でした、いや立ってました、立ってました。さあここで大将無視子、さあガミさんはあれですね、あのウィップのタクシーに、これうわお、タクシー D に無敵なくなったじゃないですか、はい、なんか一方的に殺されるのをたまに見るとなんかすごい未だに違和感を感じるんですよね。確かにそうですね、あれおかしい、ウィップのタクシー D は偉大だったと。そうですね、あれ出る前にも無敵あったんですよね、確かに。でも今の火力だったら無敵でも良かったような気がするんだけど、いや無敵はやりすぎるよやっぱり。じゃあ火力を直しましょうさあなんか一撃使ってあのソニックであの減らなさはちょっと悲しくなる、まあ無敵だし、まあ、昔が減っていたっていうのもありますけど、まあそうなんですけどね、スパキャンもかかるし無敵だし贅沢に言っちゃダメですよ。まあ確かに、さあここはイタコンを当ててバチコンバチコンと、さあなんか迷いのない迷いのないジャンプが襲いかかる、ここは太鼓取って、わざと髪の毛、おっあるある、あるある、さあしかしこれはもう苦しい、さあアタック下へ、あやばい、ムチコもかぶせというかあの雑魚も高いしめくられやすいんで、そうですね、かぶせられた時結構気使いますよね。さあウィップ対 K ダッシュ、まあ、いけなくはないはずなんですが、これはですね古来よりウィップは K ダッシュにいけるとそうのはずなんですけどね、さすがにこのゲームだ苦しいか、さあしっかり見てる、上を見てる、おーすごいおあーうまい、さあここは1ゲージ払って、本当か、あーっと、セカンドまで地上引き込みにセカンドまで繋がっちゃうな、ちょっと、はい、世界で一番ピュアな人、はい、アヒルさんがやってまいりました、
これはセーラームーンだったらピュアのハートを奪われる展開ですね。これはもうね、プリキュアよりもセーラームーンよりもピュアな人、はい、間違いないです。はい、まひるさんです。読まいごとはこれぐらいにしましょう。ピュアのまひるさんはなんか結構邪悪なカラーリングを選んでるがさあ、まひるさん対 K さんは、そこが、表剣数対矢上よりですね。これ、ま、さっきも見ましたけど、また長距離に一苦労させられる展開でしょうかね。さあ、ここは強にを強く引っ放して、はい、さあ、いい長距離弾、あの飛びの具に、ね、いいとこ飛んで、ジャコンで切り返していく。普通に飛んでるのに飛び道具に乗っかっちゃうところがやっぱ剣数の球のいいところですね。そうですね、やっぱりあの打つ時の姿勢が低いですよね。そうですね、あれ素晴らしい。これさっきも見た気がします。あ、確かに危ない。ここは崖乗り返して前に行くが一球弾、あ、ほぉっおーっと襲いかかるが、まひるさんも前転で仕切り直してく。あそこまで行ったら最後まであれをやってほしい。おーほほって言ったけど、今度は鬼焼きの上でしたね。さあ、しかし今前提が噛み合ったら大変なことになったような気がするのは私だけでしょうか。素晴らしかった。さあ、まひるさんの中堅は裏クリス。おーで、さあ、まひるさんのチームよく見るとサイガドみたいですね。あ、なんでもない。そうですか、はい、さあ、しかしここはうまく乗っかってって、さあ、残り体力が少ない矢神を削り切りたい。さあ、ここは勝利。さっきからなんかいろいろ迷いのない人が多いですね。確かに、ケイさんも割とさっきから弱勝利を。まあでも、あっと、ここはガーキャンなのかよくわからんが、アッパーで追い返して矢神が倒れる。まあでも確かに初手の件数とかだったら弱王に隙少ないから、パナしても台足ぐらいしかなさそうですよね。あ、でも件数の台足痛いですよ。しかも件数の立ち回り的に台足って本命みたいなもんじゃないですか。まあまあ、そうっすけど、そうっすけど、まあまあ、はずみちゃんだったらやらないかなっていうところ。これはね、うん、まあしかしお互いいい勝負、体力的には五分ぐらいになっていて、ここでカメルさんが投げて炎、そう、そう、全然2回ね、迷いのないリバハイ。間違いない、これリバハイには迷っちゃいけないですよ、確かに。まあね、確かに迷ったらリバになりませんか、これ。さあ、しかしここは何とかない K さんがダメージを取っていく。プリス残り1割もない。さあ、これ回転のいい竜巻旋風脚と竜巻旋風脚じゃないですか、あの今日のエンディは。まあ、まあ、言ってることは分かりますけどね。強すぎる。ここでゲージョナイキングが出てきたか。さあ、これは私出てくるたびに毎回言わせてもらいますが、パンプキングですね。はい、パンプキングです、はい、さあ、かぼちゃがミラージュダンスを当て今日の体力を削っていくが、飛び越える。そう、あーっと画面を釣られるが、音がめかない。だからキングなら、まあ確かにキングはそこまで本物の時以外には全然使わないので。あーっと、まあ、正面ですからね。確かに。さあ、ここは C 投げでマイルさんが取り返す。さあ、3番手対決ではめったに見られないと思うんですけども、キング対ゲージス。さあ、しかしこれキングがゲージないので、さあ、あーでもいい前転が噛み合う。あー、ちょっと早かったかな。ジャンビーでしたかね。そうじゃなくて、もう少し遅い。さあ、マテさん、噛み合う。打撃の方がいいんじゃないのか。さあ、ここはマテさんから見えない、あのめくり足抜いちゃった。サイディングも見えない。ゲームオーバー。ということで、マヒルさんがやっつけられて、ピュアのハートを失ったマヒルさんがやっつけられました、ね、やっつけられてしまう。で、座るは S さん。S さん、さあ、 S さんは、キング、シンゴ、シャンフェイ。ちょっとレアな構成ですね。シャンフェイ3番なんだ、ちゃんと。
これ前の2人は4月8日生まれですね。そうなの？はい、キングとシンゴは。なんかあんまりおめでたい感じはしないんですけど、これマチュアも4月8日生まれなんで4月8日チームやってるんですよ。あーなるほど。そして俺全員伝えると。あー美味しい。今日はそれだ。いやー無理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 もうこの順番で出て4月8日チームないです。祝日でもないし。あーうんうんおっとうまいこと逃がさない感じで画面弾いた。とここはミラージュダンスで走ったのかな。そこに股間から青いので逆に画面端。さあ体力は並ぶ。さあここはたまらずガーチャン先生ね。ダブルストライク。ダブル一番手だからって思ったのに思ってましたけど、最強ルイコさんも最強と煽る。さあジリジリして次が楽しい。さあケイさんさっきからあれですね、飛び込みの後とかにちょっと歩いて壊すとか、はいはい、ちょっとサーティンポイント立ち回りが光りますよ。この辺、まあ、このチームですからね。まあ確かにそうです。最初系ダッシュっていうのもちょっとそっちっぽいですね。いやーこれはただコトツキで知りきれない。やっぱさっきのコトツキでおーおーって言ったのが今度逆になりそうな。さあここはもう強気に荒髪を振りたいがアッパーでしっかり仕留める。そこでね、遠くからもう行ったらですよ、信号キックって言うとなんか燃やされる気がするんですよね。まあそうですね、でもなんだっけ、闇払いと噛み合ったら美味しいですからね。ゼロドットだから行きたくなるけどみたいな。そうそう。さあコア月中で強制ダウン取って体力も若干並ぶ。信号パンチ、信号パンチ、信号パンチの最中にあの、おぉアッパー、アッパーバレ強い。さあ拒否ってさあ禁止が強い。ちょっとライン側もダメージ取りづらいと思うんですが、これ結構信号いけるんですよね。いけ、まあ、いけるでしょうね。まあ、まあ、始発からなんですけど、これは結構いける。うわ、別に隠れくるさ使う。あここは伝わってしまったが、とりあえず殺しておきたい。まあ、まあ赤を引きろ。さあこれ大将の受け出す場合、受けの指導。これはね、うん、さすがに苦しいがゲームを失ってしまい、どうなる。人間には限界があるってことをこ、まあ、証明する。でも他の自利品になりやすいキャラより一発当てればっていうのがありますからね。その一発が今、カラケツ。これはカラケツなので、おっと、コアでもしっかり立ち回る。あっと、ちょっとした悲しみを背負うが、この悲しみ、シャンフェイが癒してくれるんでしょうか。しかし、ゲージがない。さすがに、さすがのシャンフェも1ゲージぐらいは欲しいと思うんですけどね。おーっと逃げんなよ。比較的ちょっと見えない。いったが、これ残り4割ってことか。あ、いいが一発やらない、やってないから。まあこれはどうなるんだ、状況的には。このライフスタでも基本的に俺勝てる気がしないんですけど、でもまあ、どうなんだろう。これだけさすがに打つべければ、さすがに駆け出し側もさすがに勝つっていうか、勝ってほしい。こっからまくられるのとか見たくない。でもそこはケダッシュですからね。そうなんですよ。さあっと、ここは強気のぶっ飛ばが通ってエスさん勝利。そうねえ、いよいよ 2P がいなくなってきましたね。2P 俊也、はい、こいつと若干俊也、俊也。さあ俊也さんは、アンディ・クリスまで決定して表強。強か。 S さんはシンゴ。オーダーセレクト。こだわるな。なんか全体的にこう、あ、そう、また4月8日プラスシャンフェですね。なんかめでたい感じがしますが。さあシャンフェがね、そしては表強対シンゴが、おお、反撃ですね。ここはいいとこで飛んで、壊しい大パンですか今のは。ヤロドさんはそうですね。そうだって、あ、さっきはメノムにメノムにが噛み合う。そうですね。あれダブルストライクだったら通るんですか。レンガですか。どうなんでしょうね。ダブルストライクひょっとしたらいけるのかしら。あれスラでも中断でも潰せんのかな。などしたら美味しいんだけど、逆用がええとか多分ポーンって蹴られた。確かに、うん、
まあ打たないけど昇竜かと思いきや、ラッシュ、あーこれは大変なコンボ動画みたいでしたね。大変な技が通ってしまう。なんかマチュアのエボに追っかけて始まるコンボ動画みたいだった。さあこれ中堅はアンディですが、中間距離ですねこれね。そうですね、お互い遠距離シーンがギリギリ当たる位置で勝負したい感じですかね。でその場合だとアンディは先端当てのしゃがみリーがあって、キング側はそれを読んだぶっ飛ばとか、まあまあ、飛び落としたいと、まあ、ぶっ飛ばせばいいですね。そうですね。さあここは生ハットをしていますが、狙わないな。そうこれはもっと間に合わないか。シュルダンを転がったが隙がない。おさあ S さんだいぶうまく立ちまくる。さあ最後は台足が出てましたが投げを通して S さんのキングが2立て。な投げ噛み合っただけですよね。密着に判定ないとかそんな無茶な話ないですよ。それはないと思いますね、さすがに。すっごい減ったよ。すごい台足をスライディング、スライディングを台足で返すっていうすごいもん見ましたけど。あらさあここは投げを通して中段、中段2段目だけ届かせるとわりかし早いんですよねあれね。あそうですね、そうですね。意外とあの距離やっぱスライディングもあるからどっちも通りやすいっちゃ通りやすい選択肢ですよね。さあこれは、シンゴ対クリス。あの前 B の先端ゲッチューしたらさすがにダメですかね。取れるかな、多分取れると思います。おっと画面端に置こう。ここはクリス側がゲージをモリモリ溜めていってシンゴは苦しいが、これはああこのまま穏便にシンゴを始末できればまだ全然ある感じですね。全然ありますね。この際2本は嫌だけど1本なら払っても構わんぐらいの。確かに。さあでもシンゴも飛行射程圏内ですが当たった。さあ苦しい。被弾が続けば全然噛み合わなかった。多分今 D 投げを入れ込んだけどちょっと遠かったのかな。うーん。ではここでクリス対シャウンフェイですが、これはどうでしょうか。これめくりの飛びじゃないと全部足払いで飛びが落ちちゃうんで。ああなるほど。どうしたらいいの。まあ上が出ない。どうする。相打ちも困る。あーっとなんだなんだ、お互いお互いも。さあここはリバサの、あれはあれ安定したら逃げられないんでしたっけ。逃げれますよ。逃げれます。今フリフレとフリフレがあるんですよ、ね、そうそう今置き攻めされてる方だったんで。なるほど。